本尺物語集漢第十二本庁つけたり仏法越後の国の神友商人いかづちを縛りて塔を立つること第一 今は昔、越後の国に商人ありけり、名尾ば仁雄という、世に古志の古代とこというはこれなり、幼稚の時より法華経を受けた持ちて、昼夜に読み立て祭るをもって役として年頃を経、 また、眠ごろに仏の道を行うこと、怠ることなし。しかれば、もろもろの人、この商人、尊び敬うこと、限りなし。しかる間、その国に、一つの山寺あり。 山という、しかるに、その国に住む人ありけり、もはらに心を起こして、この山に塔を建てたり、供養ゼムとする間に、にわかに、雷電へきれきして、この塔をけやぶりて、いかずち、空に上りぬ。 泣き悲しんで嘆くこと限りなししかれどもこれおのずからあることなりと思いてすなわちまた改めてこの塔を作りつまた供養ゼムと思うほどに先のごとく 雷下りて毛破りてとげざることを嘆き悲しんでなお改めてうを作りつこの度灯りのためにうを破られることをとどめむと心をいたして泣く泣く願い祈る間に かの人友商人来たりて、願主に迎いて曰く。何時、嘆くこと泣かれ。我、法華経の力を持って、この度、イカズチのために、この塔を破らしめずして、何時が願をとげしめむ。 「願主これを聞きて棚心を合わせて商人に向かいて泣く泣く苦行を礼拝して喜ぶこと限りなし」「商人等のもとに来たりいて一心に 宝華経を授す。しばしばかりありて、空曇り、細かなる雨降りて、雷電碧暦す。願手、これを見て、おじをそれて。これ、先々のごとく、塔を破るべき前奏なり。 と思いて嘆き悲しむ。商人は誓いを起こして、声を上げて法華経を読み立てまつる。その時に年十五六ばかりなる藁は、空より商人の前に落ちたり、その形を見れば、 頭の髪よもぎのごとくに乱れて極めて恐ろしげなりその身をいつところ縛られたりわらは涙を流してお寄付し真具濃乱して声を上げて商人に猛作商人 慈悲をもって我を許したまえ、我これより後、さらにこの塔を破ることあらじ。と、商人わらわにといていわく、何時、いかばかりの悪心をもって、この塔をどど破るぞ。 わらわのいわくこの山の自主の神我と深きちぎりあり自主の神のいわく我が上に塔を立つ我住むところなかるべしこの塔を破るべし と、我、このことによりて、喉どど、唐を破れり。しかるに、今、法華経の力、不思議なるによりて、我、よく縛られぬ。されば、速やかに、自主の神を、他のところに移りさらしめて、 長く逆進をとどめむと商人のいわく何時これより後仏法に従いて逆罪を作ることなかれまた この寺のところを見るに、さらに、水の頼りなし。はるかに谷に降りて、水をくまむに、わずらいようし。何ぞ、何時、このところに、水をいだすべし。それをもって、重曹の頼りとせむ。もし、 何時水をいだすことなくは、我何時を縛りて年月を送るというともさらしめじ。また何時この東西南北四う里のうちに雷電の音をなすべからず。と、 わらはひざまずきて、商人のことを聞きて、答えてもう猛作。我、商人のことのごとく、水をいだすべし。また、この山のほか、四十里の間に、雷電の音をなさじ。いかにいわむや、 向かい来たることをやというに商人いかづちを許しつその時にいかづち棚心の中に亀の水をいてい受けてお呼びを持って岩尾の上を つかみうがちて、大きにうごかして、そらにとびのぼりぬ。そのとき、かの巌の穴より、清き水、わきいず。願主は、とうを破られざることを、よろこび悲しんで、本意のごとく、供養実。 この山の重曹は水の頼りを得たることを喜びて商人をライスその後数百歳を送るといえども塔を破るることなしまたもろもろのところに雷電振動すといえどもこの山の東西南北 四十里のうちに今にイカズチの音を聞かずまたその水絶えずして今にやりイカズチの近い誤つことなしまことにこれ法華経の力なりまた 商人の誓いのまことなることを知り、世主の深きがんの垂れることを、皆人尊びけりとなむ語り伝えたるとや、